正面入り口有馬玩具博物館は、六甲山北六の有馬温泉郷にある博物館。金の湯のすぐ近くに2003年開館した。グリコのおまけのおもちゃのデザイナーで知られる加藤雄三が、有馬温泉を何世代にもわたって、観光客に愛してもらう方策の一つとして、おもちゃを通じて、街づくりを行うことを提唱した。おもちゃを通じて、人々にものづくりを教える。 おもちゃを一つの産業として地域振興を図る。そしておもちゃを見せる。その考えに共感した有馬温泉の旅館、御所防の家内慶修が古い旅館を改装し、博物館の建物に転用した。加藤の没後は、世界的なからくり人形作家として知られる西田昭雄が引き継ぎ、館長に就任した。西田昭雄は、岡山県東淡村にある現代、 玩具博物館の館長も兼任していた。西田が世界の玩具の収集、保存、展示を現在も行っている。特に有馬玩具博物館はオートマタと呼ばれる人形のコレクションが世界一と言われ、サンダーバードの人形の作者で知られるジョン・ブランダール作のパーカーの人形が3体展示されている。ものづくりを教える一歩として工作教室を主催し、 自然素材玩具の普及活動を行っている10.20年代のブリキ製玩具、サイフォンの原理で噴水を起こすのんきな倒産の福助水出しなど、ありがとうございます。